2019年デュエルリンクス流行語大賞。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、2019年もそろそろ終わりを迎えようとしておりますが、世間ではね、流行語大賞というものが発表になりまして、今年のワンチームというラグビーの日本代表のチームスローガンがなったらしいんですが、そんなことは知りません。こちとらデュエルリンクス流行語大賞しか興味ないんで、デュエルリンクス流行語大賞を今回は決めていこうと思っております。ツイッターにて皆さんより募集した流行したであろう、言語、こちらがですね、18、いや違うわ、これ19や、ちょっと1個増えましてね、19作品と、なっております。で、19作品ある中で皆さんにご協力をいただきまして、投票フォームを作って投票してもらったんですよ。なんで皆さんの意見を集約した今回は流行語大賞、まあ5位ぐらいからですかね、5、4、3、優秀賞、最優秀賞と、それから審査員特別賞、こちらの6つを発表していきたいなと思っております。早速ノミネート作品19作品見ていきましょう。まずは一撃でデュエルを終わらせるこれのせいでですね、投票フォームを作り直す必要が出てきたっていう。12月5日のコンセントレイトっていうカードが規制になりまして、このために運営さんが放った一言、一撃でデュエルを終わらせることができるため規制しますというもう12月の暮れにね、急にこういう言語ぶち込んでくるとかね、私ね嫌いではない、そして、2つ目、誰とでもネオス。これはですね、ネオスフュージョンによってエレメンタルヒーローネオスと、あとなんか何でも火器モンスターを墓地に送って、まあ、融合して合体すると、ブレイブネオスっていうのが出てくるんですけども、このネオスがあまりにも誰とでも寝ますんで、誰とでも寝ますんでね、なのでこの、まあ、行為を揶揄した言語となっております。そしてこちら、仮面魔獣以外の下準備主に仮面魔獣以外の下準備に使用させていたためっていう、仮面魔獣の下準備の規制文ですね、こちらはね、はい。そして次、コンセントレートグッドグッドグッド、これがまさにね、デュエルリンクス2019年を象徴する言語となっておりまして、コンセントレートっていうほどクソみたいなカードが実装になりまして、あのカードでひたすらに召喚獣を使ってワンキルするっていう、環境だったんですよ、ちょっと前まではね、まあ、今でもまあある程度できますけど、この煽りグッドも含めてこれをまあ揶揄した言語となっております。そしてこちら、人かけメガラニカ、カイトロイドという、カードがね、ビンゴミッションみたいなので追加されまして、でこのカイトロイドがワンキルを防いでくるんですね。なんで相手がカイトロイドを持ってるかもしれんと、持ってるかもしんないけど、持ってないことを祈って、持ってない前提で召喚獣メガラニカってのを出して、でダメしてアレイスターカイトロイドって、やめてやめてカイトロイドやめてっていう、これ人生かけてメガラニカで誰かたくするっていう、この現象のことを通称人かけメガラニカって言います、こちらもね、こちらもノミネートといったところ。そしてこちら、シャイニング松坂、これはですね、松坂の兄貴ですね、松坂桃李の兄貴がアカデミー賞受賞俳優の、なんか趣味で俳優やってたらアカデミー賞取っちゃったあの人が、私の生放送に出演していただきまして、9月ね、今年ので、ブルーアイズシャイニングドラゴンを出しまくりまして、そこから、松坂の兄貴の名前がですね、シャイニング松坂に変わりました今有識者の間では全員シャイニング松坂、もしくはシャイニーと呼んでおります、こちらがランクインと、そしてこれ、効果を発動できない制約を逆手に取った戦術おー、朝にデュエルリンクスって感じですね。これデュエルスタンバイの規制がかかった時の、規制文です。そしてこちら、リンクス五大老、これはですね、ツイッター上にのみ存在するリンクスの神のことでございまして、なんかツイッター上にはですね、あの、まあ、ワンピースの五大老ってわかりますか、あの五大老がなんかそのリンクス版で存在すると、都市伝説みたいな感じなんですけどね。でツイッター上にのみなんかその五大老ってのが存在するらしくて、ようわからんけど、なんかこれがすげえなんかバズってるったんで、これをランクインと。はい、そしてこちら、魂、勝つことに自分の全てを捧げる様、これはね、まあ、あの主にキングヘイローっていう天才が生み出した言語じゃないかなと思ってるんですけども、これものすごい使いやすいんですよね。
なんかそのうわ勝った魂っていう言い方もできるし、魂のプレイングとかなんかいろんな使い方できるんですよ。結構ねこれ使いやすくて僕気に入ってます。はい、それからこちら、シュラ、これもね、まあ、似たような感じでなんかそのやばいすごいうざいうまいなんかのなんかいろんな意味があるんですけど、まあ、リンクスミよくなんかうわそれシュラやわとかなんかいろんな使い方できるんですよね。まあ、ちょっと JK 語的な感じに近い気がしますけどね、これはね。はい、そしてこちら先行支援エニシ、これはねまあデュエルリンクス、この2019年のデュエルリンクスを象徴する言語かなと。6部衆の先行ヤクザムーブ、こちらを揶揄した言語となっております。はい、クソゲーそしてこちら全てを終わらせる動き、これね2019年なんですよね。2019年の3月、コアキメールマキシマムさんっていうあまりにも我々にクソゲーを許容してきた、まあ、ドラゴンがいるんですが、そいつが規制になった時に、コナミさんが言い放った一言、お前が作ったやないかいっていう感じなんだけど、全てを終わらせる動きを安定的に運用できるため1番に制限しますみたいな、そういう制限だったんですけども、はい、という言語ですね。そしてこちらベイブレーダー、これはですねコアキメールの混合格っていうカードがあったんですが、こちらのカードがあまりにもベイブレードだったため、シャイニング松坂大先生が菅田将暉さんのラジオにてあれベイブレードじゃないって言い出したんですよこれによって我々リンクスミンは全員コアキメール使いのことを全員ベイブレーダーと呼び出しました。ということで、こちらベイブレーダーランクインと、それからこちらゴリハン小林、これはですねまあ、世界チャンピオン2019年 WCS ワールドチャンピオンシップ2019遊戯王の世界大会、こちらの世界チャンピオン小林が、決勝にてあまりにもゴリラハンド、まあ、通称ゴリハンを決めまして、ですね、まあ、前チャンピオンのアレさんと戦ったんですが、アレさん何もせずにターンエンドするっていうあまりにもヤバすぎて先行制圧、先行支援エニシ、なんか、生物セットみたいなことして、なんか支援エニシ、キザン、生物セットエンドみたいなことして、でもうほんとゴリハンすぎて何もできないっていう。でコメント欄、 YouTube のコメント欄では生放送のなんだこのクソゲーみたいなはリンクスつまんなみたいなコメントがめっちゃ流れまして大事件となりました。これは全面的に小林が悪いです。はい、ということで、ゴリハン小林見事ランクインと、それからこれ、三原神おねえこれランクインちょっと意味わからんけど、これは、私の、まあ、動画内で字幕と私が戦ってみるっていう史上最強におもろい動画があるんですけども、こちらの動画内で、YouTube、Google さんですね、 Google 翻訳が私の言語を聞き取って文字に起こした場合に出てきた神言語ですね。はい、そしてこちらタイムレスコンボ、これはですね満足できねえぜ生放送っていうのが公式チャンネルで行われまして、満足さんが実装になった時に、不動優勢役の宮下さん、そして、星野さん、ジャック役の星野さん、そして満足さん役の小野さんが生放送に出てきて、で、まあ、盛り上げてくれたんですが、小野さんのデッキがあまりにも弱すぎて、まあ、運営が多分作ってるんですけども、インフェルティデッキ、インフェルティデッキがあまりにも弱すぎて、まあ、普通あれってハンドレスコンボっていういわゆるコンボなんですけども、時間切れになるっていう弱すぎてなんか回し方これどうやってやったら勝てんのみたいなデッキだったんで、タイムレスコンボというハンドレスならぬタイムレスっていうね、タイムレスコンボ過去時間切れっていう、こういう、まあ、伝説の言語が生み出されまして、こちらランクインとなっております。そしてこれ牛角ワンキル、これはですね牛角さんが開発した最強のワンキルでございまして、トカゲ、バックフットカゲをセットし、ネオスフュージョンで AD チェンジャーを落とし、バックフットカゲを AD チェンジャーで叩き起こしてからリバースして相手のモンスターを一旦戻して2600と1400でダイレクトアタックして勝つっていう、このワンキル、これおしゃれだったんですよ。これすごく、これ結構横行しましたね一時。なのでこれ牛角ワンキルもランクインと、それからこちらセレブ課金、これはね闇が深い、非常に闇が深い、セレブ副社長っていうスキルがありましてね、まあよりレアリティの高いカードをドローするっていう1000ライフ減るとね、そういうデッキのスキルだったんですが、こちらで要はその課金をするとプレミアム加工っていうのは一定確率で出るんですよ、プレミアムとか社員っていうのはね。なのでセレブ副社長何々っていうデッキを作るためにもうすでに3枚持っているカードなんだけれども4枚目以降加工レアリティが高いカードを掘るためにパックを剥くっていう、もう
闇が深すぎる闇が深すぎる現象が起きたんですよ。こちらが、まあ、見事ランクインとなっております。そしてこちら、これもツイッター言語なんですが、上級リンクス民、なんかツイッター上に存在する、まあ、リンクス上級民族のこと、リンクスをやっている、ああよくわかんないけどね、リンクスやってるやつら全員定休、あ、ちょっと言い過ぎた、すいませんでしたということで、こういうね、言語がランクインとなっております。それでは早速投票結果、結果発表に回りたいと思います。結果発表、2019年流行大賞第5位、コンセントレート、グッドグッドグッド、こちら 16.9% の獲得となっております。およそですね1200人近い方が投票をいただきましてですね、その中の 16.9% ということです。これがどれだけコンセントレートが悪さしたのかっていうのが分かるかなと、思いますこのグッドグッドグッドがついてるところがポイントですね。まあ要は煽りグッドというデュエルリンクスの特有の概念、勝って、まあ、本当は負けた相手とか勝った相手でもいいデュエルだったなっていう意味でグッドを押すんですが、もう勝ってとりあえずひたすらクソゲを押し付けて煽りの意味でグッと押すっていう、これがあまりにも横行しまして、このグッドボタンをさっさと排除しろって思ってるんですが、こちらまだなくなっておりません。第5位となっております。そして第4位、誰とでもネオス、おめでとうございますネオスさん、まあ、これは本当に今2019年大暴れしましたね。ネオスフュージョンというカード、まあもう今やもうリミット2に指定されてるんですが、エレメンタルヒーローネオス、彼はね誰とでも寝すぎました、低層観念が緩すぎたということでございますね。はい、そして第3位、シャイニング松坂、おっと、もうここでシャイニング松坂が出てきましたよ。まあ、第3位はシャイニング松坂さん、まあ9月20日ですね、2019年9月20日、ありがたいことになんと YouTube 上にデュエルリンクス YouTube 配信に、私の配信にキング松坂、まあ通称シャイニング松坂さん今はね、が降臨するっていう大事件が起きましたね。事案でした、あれは。そちらの言語が、まあこれはおそらくですね、シャイニング松坂を推している、まあ、主婦層の方々主にデュエルリンクスよくわかんないけど主婦層という方の組織票が入ってると私は見ております。はい、これからもデュエルリンクス盛り上げてください。キングキングじゃねえ、シャイニング兄貴。そして優秀賞ですね、優秀賞の発表に回りたいと思います。すべてを終わらせる動き、いやー、ここまでランクインしてきますか、小脇目マキシマムさん、素晴らしいですね。ここまで皆さんから忘れられていないっていう、2019年3月ですからね、もう3月に生み出された言語なんですが、こちらがもうこの12月の暮れになってまでまだランクインしている、しかも 48.1% という非常に大きい、まあ、半分2人に1人は投票しているっていう、まあ、こういった、まあ、パワーワード、これからもね伝説として語り継がれるのではないでしょうか。そして栄えある最優秀賞に輝いたのは、一撃でデュエルを終わらせる、いやー素晴らしいですね。2019年12月5日、デュエルリンクスの運営さんが生み出したコンセントレートの規制分、一撃でデュエルを終わらせる、なんと得票率 65.3%、 圧倒的な得票率によって生み出されましたこの流行語、まあ、流行してるかって言われるとあれなんですけども、まあ、インパクトが強すぎましたね、この言語に関しては。2019年の12月の5日、もうこのタイミングでもうドーンってきて投票やり直したら、もう一気にこれブワーッと投票っていうか、まあ票が入ったと。まあどんだけこの2019年がコンセントレートにヘイトが集まったかと、まあ、5位にもランクインして最優秀賞にもランクインしてるっていうね、非常にこの2019年を象徴した、まあ、カード言語だったんじゃないかなと思います。そして最後におまけで、審査員特別賞、こちらね、魂、これね、まあ、投票率は 10.4% という、まあ、低い数字ではあるんですが、非常に使いやすくてですね、私も常に、魂と叫んでいた、そんな気がしています。なので、個人的にはこの審査員特別賞は魂に送りたいなと思います。はい、
以上でございます。皆さんいかがでしたでしょうか。2018年はちなみに、流行語大賞局長ビートドンポダイナーでした。2019年は一撃でデュエルを終わらせるということでございます。ぜひね、2020年もどんな言語が生まれるのか楽しみにしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。